どうも、ささんです。今回なんですけれども、 ASUS さんの新 PC 発表イベントに遊びに来ておりますということでね、今東京にいるんですけど、今回ですね、カメラマンとしてYouTuber のキスケさんにね、ちょっとお手伝い、していただくということで。はじめまして、キスケガジェットの本音です。よろしくお願いしますキスケさんにさっき脅されてラーメンをおごらされました美味しくいただきました。でこの後ですね、2時からイベントがあって、あと5分ぐらいで始まるので、まあ、ちょっとその様子もですね、撮影していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょういいねはい、というわけで東京で行われた ASUS さんの新 PC 発表イベントに、参加してきました。今回は5製品発表されたんですけど、会場入り口あたりにそれらがね、ずらっと展示されていて、すごいね、これはテンション上がりますね。発表会ではそれぞれの詳しい仕様だったり特徴について、説明があったのはもちろん、ヒザー映像がもうめちゃくちゃかっこよくて、作り込みがね、半端ないんですよ。もうこれはね、うおーっていう感じでした。発表会の後5製品一通り触ることができたので、簡単にレポートしていきます。じゃあまずこれが多分一番最初にやってたやつだな。ここなんか宇宙をこうイメージしたような感じのデザインになってて、まあ、時計とかいろんな情報を表示することできるらしい。いいね、てかかっちょいい。これ重さとか、いや結構軽いね。へー、そんな重くない。これスペックがめっちゃ高い。 Core i9-12900H 搭載してて、この本体っていうのがすごいの。いいな、これ欲しくなっちゃうわこれ2機種目が ZenBook Pro 16X OLED っていうやつですね。これ見て、これいきますね。こう、これすごいよね、まあ、角度があって使いやすくなるっていうのと、放熱性に優れてるっていうやつで、Core i7-12700H 積んでるんだけど、この機構によってマイナス7度だっけな、結構放熱性がアップしてるらしい。あとは、16インチの OLED ディスプレイにコントロールパネルだかダイヤルだかなんだか分からんけど、こういうやつがあって、まあ、今デスクトップ画面だと明るさと、音量調整しかないんですけど、アドビのソフトとなんか連携が優れてるらしくて、まあ、例えばプレミア使う時とかにいろんな操作とかができるらしい。いいね、まあ、これが結構スペック高め、ディスプレイ大きめだから、まあ、気軽に持ち運ぶっていうよりはもうじっくりね置いて使うような感じ。本体も 2.4 キロありますね。これは来ました、来ました。これがねめっちゃすげえなと思ったんですけど、ディスプレイでかこれ、手前の二重のディスプレイというか、1台のノート PC でデュアルディスプレイの PC になってるんですけど、しかもこれもね横から見るとこういう感じで持ち上がってて、まあ、見やすくなってるってことなんだろうね。閉じるともうこういう感じで引っ込んでいくんですけど、開くとこういう感じ。すげえなこれ。でタッチパッドがこう普通の PC って手前にあると思うんですけど、これは右にありますね。右に、まあ、マウス操作みたいな感じで使えるから、逆になんか右の方使いやすいかもこれ、まあ、もちろんキーボード左に行くっていうあれはあるんですけど、まあいい感じこれ。いいな。これ欲しいんだけどこれさ、3050Ti 積んでるしね。しかも本体の質感もめちゃくちゃいい、めっちゃいい感じ、超高級感あります。次は、13インチの ZenBook ですね。これは13インチディスプレイで、あ、軽い、めっちゃ軽いわ。 1.1 キロしかない。これはもう本当によく持ち運んで外で作業する人向けっていう感じかな。いいな。これもめっちゃいいんだけど、質感がすげえいい感じ。なるほどね。はい、じゃあ5機種目 ZenBook S13 OLED です。さっきのやつの、まあ、フリップするバージョンっていう感じですね。これで、これ完全にこういけるな。完全にこういって、なんかこう描いたりとか絵描く人とかこっちの方がいいね。すごいな、まあ、これも屋外作業とかもできるし、まあ、いろんな用途で使えそう。こっちは例えばこうやって立てて、まあ、動画コンテンツ楽しむとかそういう感じでも使えるね。はい、というわけでですね、今回 ASUS の新 PC 発表イベント来てみたんですけども、今回5機種新しい製品発表されて、それぞれね、まあ、ターゲットごとに住み分けされてるっていうのがね、まあ、すごいなというふうに感じました。でね、スペックだけじゃなくて、スペック以外の部分でいろんなこだわりっていうのが詰まっててね、
すごい面白い製品、たくさんあったので、今回ね、実はこの中の一つ、お借りすることができるんですよ。はい、それがこちらですね、ZenBook Pro 14 Duo OLED っていう製品なんですけど、まあ、こちらね、お借りできるということで、帰ってからじっくり、レビューしてみたいなと思います。はい、というわけでイベントから帰ってきたんですけども、会場にも展示されていたこちら新製品の ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED をお借りすることができましたので、動画の後半ではこの PC の特徴とかスペック、あとは実際に使ってみた感想っていうのを ね話していきたいなと思います。はい、じゃあまずはですね、 PC 外観から見ていただきたいんですけども、天板のデザインいかがでしょうか。これね、本体金属製になっていてめちゃくちゃ質感高いんですよ。で、本体色は、黒っぽい、なんて言うんだろう、チャコールっぽいから、結構ね大人でシックな感じの雰囲気になってますね。で、ロゴが今回から新しくなりまして、旧モデルはね ASUS っていう文字が入ってたんですけど、この三角みたいな、まあ、アルファベットの A にも見えるし、人っていうね、まあ、漢字が入ってるようにも見えるんですよ。これ結構ねユニークなデザインですよね。はい、続いて端子類見ていきたいんですけど、まず右側にはサンダーボルト4の端子が2つ、そして USB タイプ A が1つついてますね。はい、続いて左側には 3.5mm のヘッドセットのジャックが搭載されていて、で最後本体奥なんですけども、まず電源プラグを差し込む端子、そしてマイクロ SD カードの端子、これがついてるの結構嬉しいですね。で、映像出力は HDMI が1つ搭載されてますね。はい、じゃあ本体内側も見ていきましょう。会場でも説明したんですけど、この PC 最大の特徴は1台のノート PC でありながらディスプレイを2台搭載しているっていう点ですね。まずメインのディスプレイなんですけど、サイズが 14.5 インチ有機 EL の、光沢のあるグレアタイプのディスプレイになってますね。で、手前のねサブディスプレイについてなんですけど、これがサイズ 12.7 インチ、こっちは有機 EL じゃなくて液晶になっていて、光沢のないねノングレアタイプっていう感じになってます。ちなみにこのディスプレイはどっちもタッチ操作に対応しているし、あとはですね、こういうペンが付属しているので、まあ、書類にサインしたりとか、あとは絵を描いたりとか、まあ、そんな感じで使うこともできます。そして解像度もこれ結構高いので、細かい作業に使いたいという方でも快適なんじゃないかなと思います。そしてリフレッシュレートもね、なんとこれどっちも 120Hz に対応してるんですよ。ディスプレイにはね、かなり力を入れた PC っていうのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。ただやっぱりこういう変わった機構を採用している分、一般的な PC と異なる点っていうのもありまして、まずキーボードとタッチパッドの位置についてですね。一般的なノート PC っていうのはキーボードがこのねディスプレイが今ある部分、このあたりに配置されていることがほとんどだと思うんですよ。で、タッチパッドもね今右下の方に寄ってるんですけど、まあ大体ね真ん中の手前部分にねついてることがほとんどなんじゃないかなと思います。ただこの PC はここにディスプレイがあるので、キーボードがね真ん中よりちょっと左に寄っていて、しかも一般的なキーボードに比べてキーピッチがねやや狭めになってるので、まあ、その点はね購入検討されている方は覚えておいてほしいなと思います。ただねタッチパッドについては右にある方が使いやすいなというふうに個人的には感じました。右手でねこのぐらいの位置で操作できるので、マウスとね結構似た感覚で操作できるんですよ。まあ、このねタッチパッドの部分で、マウスカーソルを移動させて、手前部分に左クリックと右クリックついてるので、結構ねこれは使いやすいんじゃないかなと思いました。あとこれは万人に当てはまることではないと思うんですけど、一般的なノート PC をね操作するときにこういう風に時計をつけたままだと、手前あたりにねこの時計がぶつかって、まあ、ノート PC が傷つきそうだし、まあ、もちろん時計も傷つきそうだし、それが嫌でねわざわざ時計を外して作業することっていうのも結構あったんですけど、この PC であればねキーボードが手前にあるので、時計をしたままでもね、まあ、ノート PC 本体が傷つかないので、普段よく腕時計をつけてるっていう方は意外と嬉しいポイントなのかなとも思います。はい、じゃあ次はですね、このサブディスプレイどういう感じで使えるのかっていうのをお見せしたいんですけど、まあ、例えばねこのサブディスプレイはおまけみたいなもので、特定の操作しかできないとかそういったことはないんですよ。メインディスプレイと同じような感覚でね、まあ、もちろんサイズは小さくなってるんですけど、まあ、大体同じような感覚で使うことができて、例えば今ブラウザで YouTube を開いて、ちょっとね動画再生してみますけど、まあ、こんな感じでね、動画流すことできますよね。これをサブディスプレイに持っていってあげるっていうのも、もちろん可能なんですよ。はい、こんな感じで、まあ、さっきも言った通りねサブディスプレイでは特定の操作しかできないとかそういったことは一切なくて、もう本当にね一つのディスプレイとして使うことができます。
でこの PC をお借りしてからもう数日経過していて、実際使ってみてこういう使い方便利だなって感じたのが、やっぱりねメインディスプレイで何かの作業をしていて、例えばね、書類作成とかしていて、なんか書き方わかんないとか、ね、調べないとダメだっていう風になった時に、普通のノート PC であれば1画面なんでね、この書類一旦最小化するとか、まあ、サイズちっちゃくしてねブラウザ起動するとか、まあ、そういう風にするのが普通だと思うんですけど、ね、この PC であればね、もうなんかわかんないことあったら下のディスプレイでブラウザを起動して、まあ、請求書の書き方とかでもいいですし、まあ、こういう調べ物したりするときにすごい便利っていうのと、あとは YouTube の動画編集するときなんかもめちゃくちゃ便利で、こういう風にねメインのディスプレイいっぱいに動画編集ソフト起動して、でサブの画面にエクスプローラーを起動してね、こっちで編集する動画素材とかを全部ね選んで、まあ、持っていくっていうことができるんですよ。もちろん動画素材だけじゃなくて、BGM 効果音画像素材とか、そういったよく使うものをねもうエクスプローラーで開いといて、使うものをポンポン載せていくみたいな、そういう風に使うことができるので、もう動画編集とかする人にはねめちゃくちゃいい PC なんじゃないかなと思います。それと一つめっちゃいいじゃんって思った機能があって、例えばですね、今開いてるこのエクスプローラーの画面、まあ、これねもちろんそのまま上に持っていったりとか、右側に寄せとくよとかそういうことできるんですけど、これを移動する時のね、まあ、テンプレートみたいなやつが最初から用意されていて、今ですねこのウィンドウを持ち上げたら、1、2とか、まあ、フル画面みたいなマークが表示されてますよね。これ1番に持っていくと、メインディスプレイ最大まで広げられました。で続いて2番に持っていくと、下の画面いっぱいに広がって、で1番右のなんか最大まで広げるよみたいなマークにするとですね、上下どっちも使うことできるんですよ。今エクスプローラーで試してるんですけど、もちろんね Google Chrome の画面をねいっぱいに広げるとか、そういうこともできて、これ非常に便利だし、でこれ実はもっと細かくプリセット用意されていて、さっきねこの1番に、乗せてそのまま手離したから、まあ、1番のねメインのディスプレイ最大になったんですけど、1番に重ねて下にこう動かすとですね、メインのディスプレイの例えばですね右側に寄せるよとか、メインのディスプレイの、左下に寄せるよとか、こういう感じのプリセットが用意されてるのがめっちゃ使いやすいと思うんですよ。なのでエクスプローラーとかであれば、まあ、2番のちょっと右側だけ使うよとか、そんな感じでね寄せておくこともできるし、まあ、左側でね Google Chrome 起動してなんか調べ物して、こっちでは書類作ったりとか、まあ、動画編集するとか、そんな風にして使えるのはかなり便利なんじゃないかなと思います。であとはですね、このサブディスプレイの左側にショートカットキーが配置されていて、例えばウェブカメラをオフにするとかマイクオフにするとか、まあ、そういう風に使うこともできるし、ナンバーキーっていうやつを押すと、はい、こういう感じで、10キーが出てきました。見てわかる通りこのキーボードには、10キーっていうのがないんですけど、このねパッドを使うことによって簡単にね数字入力することができるので、 Excel とかでデータ入力するときなんかは、結構ね便利に使えるんじゃないかなと思います。でこのねナンバーキーの位置っていうのも場所を変更することができて、まあ、さっきお見せした通りね、2番の、右に寄せるとかね、そういう風にすることができます。というわけでこの ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED どういう風に使えるのか大体お分かりいただけたと思うんですけど、次はですねこの PC のスペック紹介していきたいと思います。まず OS が Windows 11 Home 64bit、そして CPU なんですけど、今回お借りしたモデルは Intel の Core i7-12700H プロセッサー、搭載しております。一応ベンチマークソフトを使ってどのぐらいのスペックなのかっていうのを測ってみたんですけど、かなり性能高いので、まあ、普段使いでね、何か性能が不足するとかそういったことは基本的に、ないんじゃないかなと思います。そしてメモリが 16GB、 これは DDR5 のメモリを積んでます。でストレージなんですけど 512GB の SSD で、グラフィックスは CPU 内蔵のものになっております。で実は今回お借りした ZenBook Pro 14 Duo OLED はこのスペックでも下位のモデルなんですよ。で上位のモデルになると、CPU が Core i9-12900H になったりとか、メインメモリとストレージがねグレードアップするし、あとはですねグラフィックスも RTX3050Ti のラップトップを積むので、もっと CPU のパワーが欲しいとか、あとは動画編集とかよくやる方で、できれば GPU ね CPU 内蔵ではなくて別で積んでる方がいいとか、ゲームもしたいとかそういった方であればね上位のモデル選んだ方がいいんじゃないかなとは思います。たださっきも言った通りね、この下位のモデルであってもかなりスペック高いので、まあ、普段使いでね、性能面で不満を感じるっていうことはもうほとんどねないんじゃないかなとは思います。
はい、じゃあ最後にですね、この ZenBook Pro 14 Duo OLED 数日間実際使ってみた感想をまとめて話していきたいんですけど、まずエンタメ用途について、動画鑑賞だったり音楽鑑賞についてなんですけど、これはですねもう全然問題なく快適に使えたというか、まずですねこのメインのディスプレイめちゃめちゃ綺麗なんですよ。解像度も 2K 以上あるし、有機 EL なので、もう映像コンテンツっていうのはねもう全く不満なく楽しめることができるっていうのと、あとねこれ内蔵スピーカーの音質もねめっちゃいいんですよ。今までね Windows 機ってなんとなくねあんまりスピーカーの音良くないよなっていう印象があったんですけど、これはね内蔵スピーカーの音質もめっちゃいいので、まあ、もちろん外付けでそれなりに大きくて何万円もするようなスピーカーに比べるとね劣るとは思うんですけど、まあ、ちょっと動画見たい、音楽聴きたいとか、動画編集内蔵スピーカーでこなしたいとか、そういう用途であれば全然ね問題なく使えるんじゃないかなと思いました。続いて仕事で使った感想について、これはですねさっき話したことと重複するんですけど、まあ、書類作成とか何か調べ物をしながらね作業しないとダメな環境において、このデュアルディスプレイっていうのはねめちゃくちゃ活躍してくれるなというふうに思ったし、まあ、動画編集でねなんか素材表示しておいたりとか、そういうふうに使えるのは個人的にめちゃくちゃね便利だと思いました。あとはですねソフトによってはメインディスプレイとサブディスプレイの両方を使ってもう全画面でね作業効率を最大化して操作できるものもあるみたいなので、私さっさの場合は今のところ試せてないんですけど、まあ、対応したソフトを使う方はですね結構便利に使えるのかもしれないですね。で最後に一つだけ気になる点について話して終わりにしたいんですけど、これ本体にねサンダーボルト端子2つついてるんですよ。ただね右側にしかついてなくて、左側にもね個人的にはつけてほしかったですね。このサンダーボルト端子から本体を充電するということもできるし、人によってはねこれドッキングステーションと、つなげて使いたいって思ってる人もいると思うんですよ。で私サスさんの場合はですねこれがドッキングステーションなんですけど、まあ、位置的にねこの PC と組み合わせて使う場合は、ここにあった方がね、まあ、すぐつなげて便利なんですよね。ただ右側にしかないので、ドッキングステーションからこうぐるっとねケーブル伸ばさないとダメっていう感じになっちゃうので、まあ、できれば左右に一つずつつけてほしかったなとは思います。はい、という感じだったんですけど、いかがでしたでしょうか。以前から Asus ZenBook Duo というシリーズあるのは知ってたんですけど、まあ、実際に、ね、手に取って使ってみるっていうのは初めてだったんで、めちゃくちゃね、面白かったですね。まあ、面白かったっていうか本当にねめちゃくちゃ便利で、よく外でノート PC を使って作業するんだけどディスプレイが一つだからあんまり作業効率上がんないなとか、思ってた方はですねめちゃくちゃいい製品なんじゃないかなと思いました。動画の概要欄にリンク貼っておくので、ぜひね気になる方チェックしてみてください。というわけで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。